はい、つもどの山坂です。今日は休日ということで、結構ね、比較的がっつり釣りできそうなんですけど、まあ、時期的にもうこれは坊主覚悟一日やって取れるか取れないかなんで、まあ何かしら事故が起こればなと思ってやっていこうかなと思います。ちょっとエリアもね、あんま僕が行かないところなんで、場所のポテンシャルもいまいち分かんない中で、どう何をやるかってとこですね。でやっていこうと思います。タックルは、ちょっと減衰してるとこなんで、まあ、スピニング2本でいこうかな。よし、じゃあやろうと思います。何のダウンショットっすか？あの具は、おー、ハゼドン、ちっちゃいやつ、いいっすね伊藤由紀社長から僕も最近あのハゼドンマグナム買いました。 これぐらい、5インチぐらいのやつ、伸びるんですよね。あれ水深あります？だらって感じですか？結構サラサラいけっすね。でもいいっすね、そこのこの角度はいはい、フィーディングとか絶対良さそうっすね。あー、スケーティングや俺ピチャピチャショールっすね。あー、はいめちゃめちゃ生命感あるなと思ったら、あ、水なんすねあれ。なるほどね、日が当たって落ちてきますね多分。ちょっとミドストじゃ弱いかな。リベロに変えます。この取水塔周りがやっぱり深いんですよね。で、岩が入ってて、なんかいろいろ複合してるんで、絶対魚入ってきそう。超でけえのおるっすよ、これ。いや、この白の濃い。これやべえぐらいでけえですよ、これ。
なんかここ深いんですよ。ここ深いけど、ここ結構良さそうだなと思うんですけど、狙いようんですけど全然ダメっすわ。測りました？な、 6？ おお、全然ありですね。最近でもここ人入ってないってことは、なんか釣れてないかもしれないですね。ちょっとフルシャットに変えて、この岩場周辺を巻いていきましょう。物に当たったら止めようかな。あっさ、俺あっせえな。あー、めっちゃええとこ通しておるじゃないですか。来ました？お、お、ナイス。
よっしゃ、お、まあまあいい、いや大丈夫っす。ビローラス、あでもそんなでかくないっす。よし、オッケー、あ、いや、いらないです、いらないです。30センチぐらいですね。よし。えい。ビローラ、2点。そうです、もう、モンスターを。ありがとう。あ、長かった。1日。今、時刻3時。ようやく、もうノーバイトで終わるかと思ったけど。ようやく取れました。ビローラでね、ここの木が沈んでるんで、その辺を移動すとしてたら、おくんと持ってきました。よっしゃ。ナイス。オッケー。ありがとう。帰っていいよ。真っ赤っかやな。バイバイ。地合いですかもしれないですね。はい、もう夕方、今日一日朝から、まあ朝7時、8時ぐらいですかね、からずっと、まあ、付近の、まあ、ため池周辺をいろいろ回ってきたんですけれども、一本、もうちょっとできそうだけど、まあこれで多分終わるかなとは思います。いやー、厳しいけど、一本取れたのは僕としてはめちゃくちゃ価値があるんで、まあこれをどうつなげていくかってところですよね。まああれもやっぱ地合いですね。いろんなフィールドの状況を加味した上でやっていく中で、ここ絶対そうだなとか、なんかここ狙えるなとか思ったとことかいっぱいあったんですけど、全然反応なしで、でようやくってところでこうスイッチ入ったみたいな食い方をしてくれたんで、いや本当に冬のこの貴重なタイミングをどうつかむかって非常に大事だなと改めて思いますね。まあ、ビッグベイトとか持ってきてるけど、もう少し日が暮れたらやってもいいかな。まあ最後までちょっともうエンディングとか最後のエンディングだけサクッと取っとけば電源切れてもいいかなと思って、それでやっていこうと思います。なのでこの続きがなければストップフィッシュということで、はい、では今回となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。